はい、皆様こんにちは。お元気にダンスライフを楽しんでいますか？今回はですね、結構この好評でしたシリーズ、プロ何シリーズ、つまりアマ上級者プロは具体的に何をどのようにしているのかというのが好評でしたので、ルンバの男性ホッキースティックでしてみたいと思います。細かく解説していきます。チャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。はい、皆様こんにちは。ダンサー内藤でございます。よろしくお願い申し上げます。さて、結構ね人気になっておりますが、プロや上級者は何をしているか。プロやアマチュア、上級者、愛好者、上級者、まあそれなりに上手い人ですね、標準的に踊ってくださる人は、その今まさにそのステップを踊ろうとするときに何をしているかということを、もう、かなりね、ちゃんとオチがないように解説していきたいと思います。男性のホッケースティック、ルンバですね。ルンバ、ホッケースティック、ファンポジションから早速いきます。まずルンバですから、自分のスタイリングということが重要ですね。スタイリングということは、スタイルという、動詞ですね。これは名詞でも使います。スタイルは、形を整える、つまりスタイルを、決めるというか、スタイルを作るということですが、それを、という動詞になるわけですね。スタイリングということはそれの名詞形なので、要するにスタイルを作ること、ね、スタイルという意味ではなくてスタイルを作ることと、ね、まあ、要するに形を整える、自分のスタイルをよく見せるということですね。ルンバの動きをね、でそういうことがルンバはやっぱり関係してきますから、ファンポジションとか、まずルンバの、男性女性それぞれのスタイリングというのは、このバレエストレッチですね。バレエストレッチというのはこのバレエダンサーですね。バレエダンサーが白鳥の湖とか踊る時に、バレエダンサーがこういう両足の剣のように伸ばす形をしますが、このバレエのテクニックをね、ルンバは、最初にルンバをそのまあ、そういう技術を固めたニーナ・ハント先生とかね、もうすごい古いイギリスの先生ですけれども、ニーナ・ハント先生とか女性の先生ね、そういう方がそういうルンバのじゃなくてバレエのテクニックで整いましたのでね、こういう、体重を乗せてない足を前に伸ばしたバレエストレッチ、後ろに伸ばしたバレエストレッチ、横に伸ばしたバレエストレッチ、ね、それからあと特に男性によく出てきまいりますが、こうチェックとフォワードウォール、ね、この時に後ろ足がこう重要ですね。これをしっかりきれいに見せるといいんですが、例えばスーとなったりとか、スーとかね、スー、スリー、そのままふにゃふにゃとかではなくて、ね、頑張ってスーというふうにね、スー、これは一番最初のね、オープンヒップツイストなどの時のフォーワードツーチェックトフォワードウォークというやつですね。チェックされたフォワードウォークね、カタカナでチェックドフォワードチェックドフォワードウォークと書いてあります。それで正しいんですけれども、英語的な発音としてはチェックトトトトという息の音ですからね。チェックトフォワードウォーク、チェックされた、チェックっていうのは止めるということです。この場合はね、チェックはいろんな意味があります。書き留めにするとかね、郵便を、それからまたこの、はい、調べました、チェック、ね、調べたということ、いろいろありますが、この場合は止められた前進を、ね、つまり前進しようかなと思ってた時に、ここでハイストップと言われた時の、まあ、ウォークということで、前進ウォークということで、止められた前進ウォークね、ですから男性はこのオープンヒップツイストというか、オープンベーシックの最初にも出てきますし、それからこれからするホッケースティックのようにファンポジションだと必ず2で出てきますのでね、女性はその2箇所とも違いますね。オープンヒップツイストその時は女性は丸々乗って交代しますので、女性は半乗りの、ね、チェックとバックワードウォークなんてしませんので乗りますし、オープンヒップツイストよいしょとやってきて、ファンの後も揃えるわけですからね。男性はその時チェックフォワードね。ですからまず男性のスタイリングからいきますと、ファンポジションでしっかりね、妙に
小さい歩幅とか足が変な風にあるとかじゃなくて、ちゃんと両足を剣のように伸ばしますね。そして今のチェックとバック、フォワードウォーク、ツー、スリー、しっかり膝を伸ばしますね、ツー、スリー。そして曲げてからフォー、ワンときますね。フォー、ワン、しっかりヒップアクション。そしてヒップアクションはそうそう言い忘れましたが、ベルトを傾ける感じですね。右にヒップが入れば、右のベルトの方、ベルトの右の方が高くなる。左に入ればね。だから、こういう入ったか、ヒップアクションを用いたかどうか、わからないようなヒップアクションではなくてね、2、3、4。まあダンスパーティーでこれから2時間踊ろうかという時なら、まあ、あんまり毎回正直に入れてると腰が痛くなるかもしれませんので、多少サボってもいいんですけどね。で今こうね、揃える時は特に曲げた状態からギュギュッと。そしてホッケースティックですが、近年はそのまま大きく下がると女性と離れてしまうので、ここは9番クロスにして小さく下がって、スリーを女性を追いかけていく、まあ20センチぐらいですね。そういう風になっている踊り方も多いので、というと変な表現ですが、教科書はいろいろあるので、そうでない教科書もあるんですね。なのでまあ、ここはあまり気にせずに、とにかく交代で、女子がね、前進できないようであれば少し追いかけて、スリーね、しっかりこうバレエストレッチを作ってから4-1。こっち向きにしますので皆さん一緒にしましょう。男性ね、4-1-2。今日は男性しかしませんので3-4-1-2-3-4-1、ね、とにかくいつもこのバレエストレッチの形を考えましょうね。そしてできれば3点セット覚えてますか？バレエストレッチプラス3点セット。3点セットはバレエストレッチをした後のウォーク、ギュッ、これですね。この時にギュッ、この時に3点ですから、1つはヒップアクション、ね、2つ目はニーバック、こっちですね、ニーバック。そして3つ目はギュッ、膝を離すということですね。こういうふうに、ね、バレエストレッチしたら次にグーッと、これが重要ですね。ここをダイナミックにギュッ、ヒップアクション、横にヒップを出す。そしてニーバック、ギュッ、後ろの方に膝を張る感じ。そして3つ目、こっちは膝を張るのではなく、それどころか逆にしっかり曲げて膝の距離をグーッとね、離す。まあこういうことを整えればいいですね。さてリードのことに言及しましょうね。一緒に踊るから何をしていくか、このまま、まあ、とりあえず今自分のスタイリングで自分をきれいにかっこよく見せることはしました、ね、フリーアームを、ね、で姿勢もこんな風にならずに、ね、どっしり立って2、3、そして女性とコミュニケーションをとって2、3、4-1できますね。ただ、まあホッケースティックね、2通りのやり方があって、女性がね、この今のだと、まあ、女性が2、3、4-1、そして2、3という腕をこうというふうに素早く回す、まあ、どちらかというと競技会用のね、競技会的なアクションですが、これをこういうのもありますね。4-1、もっと優しく2-3-4-1ってすぐもう肩に下ろしてしまうね。と ここでこれを軽く引いてというのもありますからね。その時の男性の動きはこうですね。4-1-2-3-4-1ですから、女性の右腕が、右手が左肩の上に乗る、それから回す感じですね。ですからリードはまあ比較的簡単です。まずファンポジションね。でファンポジションの後というのは、女性はやはりそのためには女性の動きを知らないといけないわけですが、女性は4-1って来てギュッとこうしますので、ほとんど移動はない、移動はゼロです。まあ、この手はですね、多少細かく言うと、この時は左サイドギルで交代と言ってもいいし、右がサイドギルで残されていますので、次に右サイドギルになるので、このままの腕の、肩からの腕の形をこのままだとギュッと当然こう引くことになりますね。この要するにサイドギルですから、今まで前にあった右サイドが今度は逆になって引くことになるので、まあこれ左のサイドウィンドと
左のサイドと右のサイドの差がそうですね、10センチぐらいとすると、その2倍の20センチは下がるじゃありませんか。だから正直やれば手はここからぐっと20センチほど下がることになりますが、多少そういうニュアンスを添えて、でも女性としては何か固定点にね、捕まってフォーワンスーとする感じなので、正直にその分ぐっとね、腰と同じ、腰は20センチぐらい下がりますよね。こうやってギュッとなりますから下がります。最初ここにあったのはここに来ますから、この20センチぐらい下がりますが、手は正直にその分下がるんではなくて、固定点ね、壁か何か動かない取っ手のようなもの、棒のようなものを掴んで、それを支えにギュッとやったりするので、だから逆に手は少し伸びてこうなるとも考えられる、そういうのもありますので、男性としてはとりあえずそこにドカッと握ってれば、で気になるようだったら少しだけ5センチぐらい後ろにすればいいですね。つまり4-1-2、ただあんまり後ろにやってしまうと固定点のつもりでいる女性だと押されてしまうので、4-1こうなってしまう可能性があるので、ほとんどもう固定しておきますね。空間のこの位置に固定しておいて、4-1-2という感じでね、4-1-2とか4-1-2とかしない、楽でしょ、動かさなくていいんだからね。2-3は前進ですから、3、そして4-1で手を上げますね。女性は最初の映像でお見せしたようにこういうふうにきます。こう来る場合もあれば、例えばまあ流派というか、流派というとオーバーですけども、踊り方によってはここの間からね、コミュニケーション、相手の顔を見る、お互いに見るということを言われる先生もいます。それもいいですね。それも非常にベターですね。こうだね。4-1ね、ここから見る。いずれにしろ手を上げます。そして2-3ね、3で回すか、4-1-2でも非常に小さく回して肩の上に乗せちゃうね。この女性が4-2-3-4-1-2というふうになるようにね、どちらでも構いません。もう好きなものです。私はこのパッと振り回す方がダイナミックで好きですので、大体そうやって踊ってますね。2とにかく回す。この時に女性のバランスを崩さないように、ちゃんと女性の手が合理的なコースを通るよね。合理的なコースというのは4-1-2と来ましたよね。で回すんですが、いきなり回したら女性全身なのに、いきなり回したらこんな風になってしまいますから、2と来た後にちゃんと女性がここに立って、一応この腕がこのぐらいの感じですね。このあんまり遠く行くと男性も付き合いきれませんので、このぐらいでしっかり回るようにして、2-3ですぐ手は下ろしますね。でそのまま下ろして止めつつこうします。と言いますのは、下ろした後さらに回し続けてニューヨークに行く場合もあるので、それとしっかり踊り分けをしないといけませんね。まあメダルテストであればね、こう決まっている、自分の持ちステップとかであれば決まっているので、順番が決まっているので、そういう間違いは心配ないかもしれませんが、リード陣はそういうことでもなくて、決まっていてもいなくてもね、フリーで踊る時もダンスパーティーのようにね、知らない人とか、知っている人でもいいですけども、何回も踊ると順番を変えて踊ったりね、フリーで自分も何を踊ったかたくさん踊れば覚えてないね、自分も適当にリードしてる。でそういう時にも、女性がうろ覚えであってもしっかり覚えててもね、メダルテストのように順番が決まってて、何もリードがなくても女性がしっかりこう回るという場合においても、リードというのは当然あった方が、ああ素晴らしい、踊りやすい男性だなとかね、そういう風になれます。ダンスは女性中心ですから、女性がお姫様のようにね、チヤホヤされて、楽にね、あまり深く順番を考えなくても、もうすごくすごくそういうふうに持ってってくれるような男性が理想的なのでね。では2回ほどおさらいしましょう。自分のスタイリングプラスリードです。4-1-2-3-4-1、女性を回します。2-3止めて少し押します。はい、もう一回しましょうね。自分のスタイリングバレエストレッチ、そして女性はこの女性の手はこの位置を固定しておく。ギュッと来てチェックフォワードロック、2
スーリーヒップアクション。で揃えて、スースリーの時に少し寄せる。引っ張って前進させます。フォー、ワン。そして、ツー、スリー。もしくは、ツーでも下ろしちゃって、スーリー。そして、フォー、ワン、ね。はい、今日はここまでにしましょう。ホッケースティック男性でございました。はい、皆様ご視聴誠にありがとうございました、本当はもっとですね細かく解説したいところなんですけれども、それとパートナーと一緒にね解説したいところなんですけれども、そうするともっと長くなってしまうので、とりあえず要点だけを述べさせていただきましたので、これをきちんとされるだけでもかなりルンバらしく踊れて、実際具体的に非常に踊りやすくなるのではないでしょうか。ではさようなら。